ここに座ったもんがここに立ちます、はい、この状態の上に立ち上がります。自然体って何か、地球にはどんな物体にも等しく重力がかかってるんです。これから免れるものは誰もない。でその重力をどうやって味方につけるかっていうことが、まあ、私たち、東京芸古会が考えているその自然体の考え方だと思ってください。いわば法則というかな、真理なんですけども、これにかなうかどうかっていうのが自然体の体の使い方というふうに考えてください。足の裏、この母子球、ここに重力を、重心をかけます。ですから前に七分、後ろに三分とよく言われますが、その形で重心がかかっています。膝を緩めて、くるぶしを緩めて、骨盤から下は下に沈めるように、骨盤から上は頭のてっぺんからスッとこう吊り下げられるように、頭のてっぺん、天井からふわっとこう吊り下げられる。で、さっき言いましたように吊り下げられるということは、重みが必ず地球の中心に向かってかかってるんです。吊り下げられたこの線に愛さえすれば、体は地球の中心に、理論上はですよ、考え方としてはまっすぐ落ちてます。足の母子球に重心がかかった状態で、耳、肩、腰の線がまっすぐ、地球の引力の線に合致している状態。正座も同じなんです。正座も立ちも同じ自然体です。この今立っているこの状態のまま沈むんです。この状態のまま沈みます。スッと沈みます。骨盤から上は頭のてっぺんで吊り上げられているのは変わりません。で、骨盤から下が下にスッと沈んでいるのも変わりません。足の裏の母子球のあたりをイメージして、そこに重心がかかるように、だからこっちではなくてやや前に、先ほど立った状態から沈んできたらこうなりました。このまま立ちます。そうするとまた自然体に戻る、はい、この状態の上に立ち上がります。この状態からまっすぐ立つ、まっすぐ立つっていうことをちょっとやってみましょう。足を少し、小松さん、ここへ踏み出されてしまってますので、できればここのまま立てますか。ここのまま座る。少し見てると足を前へ立てて、ここに踏ん張ってこうやって乗ってますけども、そうではない。座ったこの重心の上に立ち上がっていきます。この位置でここへ踏みます。そうです、そうです、かなり軽くなったと思います、はい。